アン,アンアワード2024授賞式が11日、都内で行われ、5人組アイドルグループ AA。グループがドラマティック部門を受賞し、リーダー小島健25がグループを代表して出席した。昨年はエモーショナル部門を獲得、2年連続の受賞は史上初で、嬉しいですね。AA、グループみんなで喜びましたと回想した。 5月15日に CD デビュー、ルーキーイヤーの大活躍が評価され、この1年はジュニアの時に京セラドームでイベントできたり、舞台ができたり、CD デビューさせていただいたり、ドラマティックな部分は自分たちでも肌感はあったので、まだまだなんですけど、この賞をいただけて嬉しい、と噛み締めた。この日は一人で登壇し、フォトシューティングに挑戦。 クールな表情でポージングを果敢に決めてフル稼働。一人の方が緊張しますねと笑い、5人分背負ってやるんだからね。と言われていて、ロングコートだったり手袋だったり、5人分動いたのを実感していますねと一汗かいた。過去の掲載紙面を振り返り、小島とメンバーの草間リチャード啓太、28、とのコンビ、リチャ島に言及。 事務所唯一の需要がないコンビと言われています。アン・アン・サンで、重要ない部門があるならぜひ。とアピール、今後について、気持ちは1年目、1年目で、もっともっとええグループになっていくような1年にしたい。3年連続、受賞、を目指して、次は大賞を目指していきたいと宣言した。同賞は女性誌、アン・アン・株式会社マガジンハウス。 が選ぶ、時代を象徴するスターに贈られる。